茶が入りました。入れていきましょう。これがですね、あれなんですよ、こうコップを2つにしてこうね、上澄みだけがガーッと出ちゃったり混ざんないから、2つで交互にちょうどのいい濃さで入るようにこんな感じで入れていくのがいいと思う。まあ、何に書いてあったわけじゃなく俺がこうしてるわけなんですけど、こんなもんですね。いや、いい色だな、いい色だ。ああ、香りまあまあかな。いただきます。あれ、この前飲んでたやつなんかうめえな。やっぱお得用なのかな。この間飲んでたやつなんかまだ美味しいな。お茶、一杯目が一番うまいからね。もうなんか結果ちょっと分かっちゃってちょっと残念だけど、まあ飲めないレベルではないです。また次のお茶っぱをチャレンジします。知ってたら教えてください。